はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。リクに答えて実況プレイ戦国バサラ4元成のドラマルート、今回最終戦やっていきたいと思います。あれ、第5戦目ってことは最終戦じゃない？もしかしていつもだった？あそこ最終戦って書いてあるよね。書いてないっていうことは最終戦じゃなくて今回あれか。え、ドラマルートっていつも5戦で終わってたのけど、元成は6戦かな。となると、まあ、とりあえず今回これ多分一騎打ちじゃないのと思うんですけど、あ、動力がある。前回大したもの、ドーナツ打力か。松永さんはいまいちだな。そうだな、松永さんじゃなくて、じゃあ今回は三つなりでも連れていこうか。クール？でもなんかクールと聞いて、まあこういろんなキャラクターを見ててひねりなした中だと、まあ三つなりも入らんことはないかなみたいな。半兵衛さんもクールか？クール、クールの定義が人によって、いやこれを人は別にクールでもなんでもねえだろって言われるかもしれないけど、とりあえず三つなりついていこう。はい、あ、衣装が、三つなりの衣装が、でもそうだな、今回あれでしょ、一騎打ちだよね。ちょっと三つなりの武器を整理しようか。ラケット、三つなりのお楽しみ武器はラケットです。使うか、よいしょ。微妙だなこれ。あとは何がいらんかな。これもいらんか。でもこれ三成も、あ、いや三成も持ってる武器はあれか、折りたたみ武器かな。いや普通だな。あ、違うな、折りたたみの武器だな。これはまあ、普段と違う武器を持ってる珍しいタイプだな。まあ元成もそうだけど、よしどうしよう。一騎打ちなんだよねここ。となると、遊戯設定なんかする？だってすぐ終わっちゃうんだよな。獲得基礎実績 50% アップかな？すぐ終わっちゃうのが怖いから、獲得小判は別に小判上がってもしょうがないな。ダメージ怖いか。報酬半分やだな。経験値と境界のが全て怖い。なんで小判ばっかなんだよ。おにぎりが変わっても困るしな。攻撃力が半分、でもヒット数が2。敵体力倍増してさらに攻撃力半分ってどれだけっていう感じ。これ瀕死が怖いな。レベル1で出現は怖いな。攻撃力2倍をつけて、あ、こっちも体力2倍にする？クリティカル早い。1ゲージ関係ないしな。満タンの状態で出陣してあれっていうのもいいけどな。あー、なるほど、これでバクを持った状態でいく、それもありかもしれんな。免許回転を持っていくか、攻撃力を上げるか。免許改善にしよっか。バクを使いたい。し、で、体力倍増でも、壁が決まれば、ちょ、怖いんだけど、まっすぐこっちを見てらっしゃる。怖、逆に怖い。壁が決まればいい感じになるんじゃないかなって思って。またもあの夢か。また見るんかい。間違いない。これは日輪が示したもう奇跡。我が信仰に日輪が答えたのだ。それはどうかな、なんつって。しかし、なぜあのような惨状を見る。あれが未来の秋の姿だというのか。いいな、断じていいな。我が采配の導く未来があのようなものであってなるか。考え事の邪魔をしてすみません。あなた
毛利さんに間違いありませんね。どこからどうやって来てん。なんだ貴様は。僕ヨシテル様の紹介を受けましてあなたを取り調べに来ました。どういうこと。紹介を受けて取り調べって意味わかんねえよ。おう、さあ、体力、相手の体力増えてこっちの攻撃力を、下げて、で免許回転だから。すみません、少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。よろしくないです。よろしたいです。ズバリおやっさん、あなた春様を誘拐して厳島の大鳥居を爆撃させちゃってますね。よいしょ、はっ、実際頼むよ。あれ、どうやら語るに落ちましたね。あ、バック来た。あ、いや、語ってないですけど。何も語ってないね。確かに語っていない。貴様、紹介されてきたと言ったの。お、いいじゃない。あ、よくないわ。今の話を久保から聞いた。おいと、よいしょ。情報提供者は明かせません。守秘義務っす。さっきよ、さっきヨシテル様からって言っちゃったじゃん。うまいことハマらんかな。我が作望を巡らせると見越した上で、あ、これでいけるな。これで降りて、戯れて、うーん、とにかく下手人はあなたです。うまいこといかんか。で、もしもし、よいしょ。次元が過ぎたな、クボウよ。よいしょ。我はいかなるあざけりも感化せん。あーりゃー。お、いいね。よいしょ。やばい、おやすさんが来ている。おやすさん、この人僕たちのこと全く眼中にないみたいです。よいしょ、入ったんじゃない。すごいガードしてる。いったー、すげえガードしてたけど、でもちょっと壁がすぐに消えちゃいそうだよな、これは。おやっさんの探偵心得、そのどこ行くね。あー、下手人と思えってことで覚悟。結構いいんじゃないかな、これ。結構ガンガン当たってるんじゃない。あー、ちょっと矢を連ねてくる。ちょっと鹿の助、鹿の助になんか、鹿の助の名。あー、怖い。その身に刻め。植えて、行ってみただけです。で、ほっ、にゃらっと、やっちゃって、てい、オッケー、入った。あー、入ったけど終わった。おー、でもか、なんか壁、壁じゃねえ、バグが、なんか、おー、きゃー、なんか、あれだよね、壁が、壁じゃねえ、バグが何回も、よいしょ。虫けらのように死ね。お？よいしょ、からの？まだまだ。一人前の武将には程遠いぞ、鹿之助。ほっ。入ってこれるかな？入ってこれないかな？やっぱり。ちょっと壁はめになるけど。これで遠いでしょ。これで。ああ、入ってないか。なんかね、ボヨーンってなってるよね。多分壁があるおかげだと思うんだけど。あ、ん？じゃあ壁1枚しかないか。あ、おやすさんがハマった。おやすさんがハマった。よいしょ。まあ普通よりは長めで。おっ、え、あぶね、弦出して吹っ飛ばしてからの、そうなっちゃうのが辛いな。回復しとこう。あれ、これ違うわ。普通の回復が欲しいんだけどもな。あれ、これバサラゲージだ。よいしょ、テイ、ハル様への手がかり、よっこらしょ。こうしてやった。と、はまらんか。痛い。
助けて三成助けて死ぬ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 。あ、回復ない。もう使っちゃったのかよ。やめて死ぬから、やめて。待って、こっち来ない。これよいしょ。ほ、消えよ、失せよ、の力の前に。よいしょ、これで。あれ入ってねえじゃん。いや、これこっち来ない。やめて。ほっ、おやっさんの探偵心得その20。よーし、情けは無用。一輪はやめて。おやっさん、おやっさん、マジおやっさん、おやっさんマジ怖いわ。もうちょっとこれ剣でなんとかするしかねえよ。よいしょ、剣でしばらくなんとかするしか。ほっ、よいしょ、うまいこと当たらんな。しかも歩けば下旬に当たるか。ちょっと知るかなって思った。いやいや、近いっすね。待って待って待って、オッケーオッケー。黒ゲージでなんかね、どうもフォーワン多分一発では死なないみたいな。もう一撃死ぬけど、もう本当にFE の祈りスキルのように、ちょっと男前すぎると思います。黒ゲージで残るっていうなんかね、あるよね絶対。何か怪我かりよ。いしょ、そこ入ってくれたらよかったんやけどな。くんな、おやさん、おやさんくんな。情などでいいよ、見たり、いいよ、いいよ。あなた、どうしておやさんをチラチラ見るんです？怖いからだよ。怪しい。オッケー、そうい。これバサラバサ何度も打ってるから、ちょっといい感じに評価いただけませんかね。いけー、倒しきれないかい。いやだ、もうよし、しゃ微妙に当たらん。もしかしたらシャディは、我が采配は無病なり。シャディはもしかし、あ、そういえば交代できるのかな。仏様、さすがにあれなので、あれなので元就が復活してからにします。今もうちょっとでも、なんかシャディはとどめさせなさそうだし、ゲンもとどめさせなさそうだし、殴るしかないかと思って近づいたらこれなんだよな。よいしょ、見習いなりの戦い方。おらー、足軽で終了っていうな。頑張っといな。証拠を固めて出直しましょう。何しに来たの。あ、なんかちょっと貫通してません。ちょっとおやさんの位置貫通してません。おやさん位置間違ってるよね絶対これ。さあちょっと、まあ体力やって攻撃力も操作していい感じの時間にさせたんですけど、別にそこまでしなくてもよかった感はあるよね。あ、なんか音楽が。それにしても第5戦となるとは。いつもドラマルートは第5戦目が最終戦だったのに。おう、天空に一輪、ただ遊戯頑張ったからちょっとなんかご褒美くれた、ご褒美くれた。一応足軽頭までくれた、ありがとう。はい、はあ、待って、ここもあれやん、一騎打ちやん。一応ステージ扱いになってるんですけど、でもここ足利さんしか出てこない。まあ一応待ってる兵士さんみたいのはいるけど、うわーめんどくさー。まあとりあえず今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。